悩み相談するときにはね、やっぱり自分を温かく迎えてくれるっていうか、そういう人がいいと思いますね。だから仕事以外にそういう人間関係を作るっていうのがまず前提になりますよね。不安っていうのはね、ネガティブなことが起きるって確信してるときに感じる感情なんですよ。で、その対処できることをやればいいし、対処できないことはもう受け入れるしかないんですよね。そうすると少なくとも不安はゼロになると思います。なので全部書き出してみることをお勧めしますね。皆さんこんにちは。本田健の人生相談ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今週はですね、健さんの代表作の一冊でもあるユダヤ人大富豪の教えが2003年の6月19日に大和書房から発売されて、ちょうどこの今月で20周年を迎えられたということで、それを記念してこのユダヤ人大富豪の教えについてもお話を伺っていこうと思うんですけれども、まずはその20周年ということで、健さん本当におめでとうございます。どうですか、あっという間というか密度の濃い20年ではあったと思うんですが、こうやって20年が過ぎたっていうふうに思うとどんな気持ちですか今。まずあの本が書けたっていうこう奇跡も感動もね、ありますし、でそれが本が売れた、で作家になったことだった感動なのにベストセラー作家になったっていうのも信じられないっていうかね。であれからまた20年経って今でもまだ作家として生き残っているっていうことに関しても、もう40、50、60に感謝がありますね。ユダヤ人大富豪の教えは単体でも100万部を突破していまして、でそのユダヤ人シリーズでも200万部近く売れているということで、それこそこの本を通してきっかけにして人生がガラッと変わったっていう方も多くいらっしゃると思うんですけれど、その執筆当初、健さん20年後の状況がこんなにこう多くの人に長く愛される本になるって思ってました当時。思ってたというより願ってましたよね。そうで、僕の中ではその当時本を書き始めた時に渡辺正一先生がその40年作家されて 2,000 万部っていうのを聞いたんですよね。で先生もちょうど僕と同じ年ぐらいから始めたんですよ。で30何歳から始めて40年で80何歳の時に確か 2,000 万部ぐらいっていうのを聞いて。ってことはだいたいその毎年50万部ずつやっていけば 2,000 万部になるんですよね。そうなので自分の中でだいたいそういうふうなペースでいけば、いけるっていうふうな感じのことを聞いて、なるほど、じゃあそうしようと思って、でだいたい毎週、1万部出せばそれぐらいいけるっていうのを一つのベンチマークにしたんです。なので100万部は当然いかないと 2,000 万部もできませんからね。なので、そういう、感じで、多少今、ペースは落ちてるというか英語の方をやってるので、でも多分英語の方が出てたら一気に挽回すると思うんで、そのペースにいけるんじゃないかなって思ってます。しかもその後17のことシリーズとかもういろんな分野で健さん書かれていますけれど、そのコンスタントにそれだけ出したとしても、出すこともすごいですけれど、それでその結果として数字でこれだけ売れてるっていうのがちゃんと形になってるっていうのも、すごいことですね本当に。そうですね、本当ありがたいことですけどね。で日本の実績はともかく、やっぱり海外でね最近やり始められたっていうことは、ユダヤ人大富豪の中でも実はねゲラーさんの言葉として君は世界に行くんじゃないかって話を、だからもうそれこそ何年前ですか、36年前の話ですよね。その時に言われてたことが本当に今実現しつつあって、ちょっと怖いというか、なんでその40年近く前に僕は20歳の時にそういう世界のリーダーになっていくってことを見てくださってたんだろうっていうのは、なんか今だに感激というか嬉しいですね。ということで、来月なんですが、7月にはユダヤ人大富豪の教えの発売20周年を記念した、健さんと、直接会える形でのリアルセミナー東京で開催されます。詳しくは公式ホームページや、LINE アットまた YouTube でご覧の方はこの概要欄をご覧になってみてください。それではディア健、本日も最後までお楽しみください。健さんよろしくお願いいたします。お願いします。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームラッチさん。ケンさん、こんにちは。こんにちは。人は悩みがあると人に相談するというのが一般的ですよね。しかし私はあまり人に相談することがなく、自分で無理やりでも解決策を見つけてしまう性格です。と言いながらも、ケンさんに相談です。悩みはどんな人に相談するのがおすすめですか？相談に対して、お前が悪いんじゃないかなど嫌なことを言ってくる人もいるので、人に相談できないことが悩みだったりしますということなんですが、いかがでしょうか？悩み相談するときにはね、やっぱり自分を温かく迎えてくれるっていうか、そういう人がいいと思いますね。そうすると普段からちょっときついあたりの人だなっていう人には、ケンさんご自身も例えばちょっと聞きたいなとか、相談したいなとか、悩みをちょっと聞いてほしいなっていう時には、ある程度やはりケンさんご自身も選ばれたりとかしてますか？それはそうですよね。そんな人に言ったってお前が悪いんだろうとかって言われたらね、なんかしょんぼりしますよね。だからやっぱり優しい人に相談するのは僕は一番いいんじゃないかと思いますよ。なんか多分結構ストイックに考える人は、いや、そんな自分に耳障りのいいことしか言わない人に相談したっていう人もいるかもしれないんですけれど、でも基本はやはり自分をがっくりと落とさせるような人じゃない方がいいっていうことですよね。そうですね。だから自分のことをよく分かってくれる人だから、やっぱりそういう意味ではそういう環境を普段から作ってないとダメだから、うん、だから仕事以外にそういう人間関係を作るっていうのがまず前提になりますよね。ケンさんが例えば相談をこういうリスナーの方じゃなくて、直に友達とか知り合いの方とかね、ケンさんっていう風に相談される時っていうのは、やはり同じようにその人にとっての優しくなるような感じの部分を心がけてアドバイスってされてますか？だからまずね、こっちに行ったらこっち、こっちに行ったらこっちですよみたいな話はしますよね。だから僕はそれをやった方がいいよとか、やらない方がいいよとか、別れた方がいいとか、結婚した方がいいとかっていうのは僕はあんまり言わない方ですね。決めるのは本人ということが前提でっていうことですよね。なのでそういう意味では相談する相手を決めた瞬間に、ある意味自分の答えも出てたりとかしますよね。ああ、そうですね。絶対独立しろって言うだろうなこの人はみたいな。はい。だからその人に相談にしに行ってるってことは、やっぱり後押ししてほしいんだなっていうのがあったりとかするじゃないですか。はい、ラッチさん、質問ありがとうございます。はい。続いてドリーさんです。はい。将来への漠然とした不安があります。長年付き合ってきた彼女と別れ、結婚の目標が遠のいてしまい、40代になっても50代になっても独身でいる可能性もありますし、遠方に住む両親の介護などの不安もあります。幸い兄弟がいるので何とかなるだろうなど考えてしまいますが、実際問題、両親に寂しいから帰ってきてなどと言われたら、都会での暮らし、仕事を捨てて田舎に帰ることもあるかもしれません。これから先何がどうなるかわからないことだらけで不安です。どうすればこの不安は和らぎますか？結構現実に今起きていないことで、かなりわーっと不安が出てきてしまっているっていうような印象ですよね。いや、不安っていうのはね、ネガティブなことが起きるって確信してるときに感じる感情なんですよ。はい。で、それも何かよくわからない正体不明のもの、漠然としたって書いてますけど、なんですよね。だからそれをね、一個一個ちゃんと潰していく必要があるんですよ。例えばだから遠方に住む両親の介護の不安、どういう不安なのか先に進めたら、両親を介護しなくちゃいけなくて、自分が遠距離で行ったり来たりするっていうことが現実的に起きるっていうことが起きるっていうふうなことが確定したら、もうそれは不安じゃなくなるんですよね。で、実際にどうして処理していけばいいのか、ヘルパーさんを雇うのか、誰かお願いするのかっていう、で、最終的にどう行動するのかっていうトゥードリストに落ちてくると、不安っていうのはゼロになるんですよ。はい。お金の不安っていうのも、例えばじゃあ老後のお金がなくなってしまう。その時はもう自分で知るのか、生活保護に頼るのか、誰かに何とかしてもらうのかって。でもその時はもうその時考えるしかないんですよね。だからそうやって考えた時には、例えば仕事を捨てて田舎に帰るってそれが不安って言って別にそこで死ぬわけじゃないから、全く違う人生が始まるだけのことなんですよね。うん、なのでこれから先に何がどうなるかわからないことだらけって、それを全部書き出してみて、最悪何が起きるのかって全部書き出してみたら、少なくとも不安はゼロになるはずなんです。だってもう原石にどうなるのかってことが見えるわけだから、うん、そしてその中でも対処できることとできないこととあるんですよね、はい、でその対処できることをやればいいし、対処できないことはもう受け入れるしかないんですよね、うん、そうすると少なくとも不安はゼロになると思います。なので全部書き出してみることをお勧めしますね。あ、これは本当にね、ドリーさん以外でも多分人間って普通に生きてるとふっとこうそういう不安な気持ちとかに襲われることっていうのは誰しもあると思うので、今の検査のお話でそうやって現実的にこうリストしてみて、それを一つずつこう塗りつぶしていってっていう風にすると、本当にその日頃モヤモヤとかこう不安っていうのが襲われなくなりますね。そうそう、だってできることとできないことの2つしかないんですよ。で、はい、できることをやればいいし、できないことを受け入れるしかないんですよね。そうですね、うん、はい。ということでドリーさんからの質問でした。ありがとうございました。ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームみずきさん。私のおすすめ本は荒木俊也さんの瞬時に言語化できる人がうまくいくという本です。電通のコピーライターによる思考の整理、言語化の方法が説明された一冊。言語化するために書くというトレーニング方法は意外でしたが、実際にやってみると何を言うのかが明確になってきて効果的だと感じましたということでお送りいただきました。さあ、そしてケンさんの選ばれた一冊を教えてください。はい、魔法の質問を見るだけノート、松田美博さんという方が書かれた本です。はい、松田美博さんにもこの番組でケンさんもね、もう長くお付き合いされているってご存知の方多いと思うんですが、やはり松田美博さんというと質問ですよね、健さん。そうそう、それでね、この中には人生が好転する74の質問ってのがあるんですけど、このね、はい、質問がすごくよく考えられてて、その質問に答えていくだけでこう気分がアップしていくっていうノートなので、ぜひね、実際にこの本パラパラ見ながら、あるいは自分のノートに書きながら、この質問の答えを考えていくだけで、自然と自分の思考が幸せの方に向かっていくっていう、そういうそれこそ魔法のような本ですね。はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それでは健さん、今日の名言をお願いいたします。決して絶望してはいけない。仮に絶望するような事態になったとしても、そこから始めればいい。エドマンド・バーク。いつかそよ風が教えてくれた魔法の国サトゥの話、そこで